ーマンスについてとってもナイスなアイデアがひらめいたんです。プロデューサーといるとアイデアが次々と湧いてきますね。ベリーグッドですよ。ジオラマをクリエイトできるなんてロコにぴったりです。でもジオラマに夢中になりすぎて監督さんに何度も怒られちゃいましたけど、サンクスです。はじめは塔の中で孤独なラプンツェルでしたけど、ちょっとずつ心をオープンすることでイマジネーションがエクスプロージョンしました。本当ですか？アートとハートはコネクトしてますからね。それをアレンジしてみたんです。でも本番になったらラプンツェルの気持ちとシンクロしてしまって手が勝手にそうですね、ロコもラプンツェルと同じでミニマムなワールドに閉じこもってましたから、彼女がアートをエンジョイしたみたいにロコもロコズアートをエンジョイしたいって思います。なんだかイマジネーションが。プロデューサー早くシアターに帰りましょう。ラプンツェルをテーマにしたアートがひらめきました。これはマスターピース